おはようございます。ティレット回します。エゴマニアックス噛んじまったエゴマニアックス実況プレイ始めていきたいと思います。こちらのゲームはですね、まあ、簡単に言いますと RPG です。フリーゲームの RPG です。まあ、こちらね、実はですね、このクオリティでね、体験版なんですけどもね、ちょっとこちらのゲームなんでやろうかっていう話なんですけど、こちら僕のフリーゲームを見ていただく方のわかるんですけど、ムーンウィンドさん、まあ、風のルートですね。はい。風のルートを作っていただいた作者さんのね、新作ということで、こちらやっていこうと思います。体験版ということなんですけどね、プレイ時間が7時間から8時間というとんでもない量になっているんですよ。体験版で7時間とか8時間遊べソフトってなかなかないんですよね。コンシューマーだったら絶対ありえないんだよね。で、こちらね、作成ツールがすごくって、RPG ツクール XP なんですよ。これってすごいことですよ。今時なんかね、MV だの VXS、まあ、VXS はちょっとあれですけど、MV がね、流行ってなんか XP でゲーム制作してるっていうね、とんでもないことになってます、これ。XP でこのゲームできんの？俺の知ってる XP ってアレックスなんだけど。というわけで、今回こちらのね、エゴマニアックス、やっていこうと思います。よろしくお願いします。失踪しないように頑張ります。うわ、すげえ効果音もサウンドしてんもん。この物語はフィクションである。喋ったよ。作中で描かれる人、ちょっと待って喋ってんだけど嘘でしょ。え、何これ。全てが貴殿のリアルとは。貴殿のリアルちょっと待って、喋るんだけどやばくない。ちょっと待って、今時のフリーゲームってさ、今のフリーゲームってこんな喋る？あれ、これリュートのバカってなんないよ。リュートのバカやめろ、引きずんの。あ、待って、以前の作者さんのやつです。ここる、え、なにこのしゃ、うわすげえ XP の演出これ。あ、 XP っぽいわ。願う。え、待って、今時の RPG 作るムービーのゲームでもここまでしねえぜ。いや、するゲームはするよ、ちゃんとするゲームはしますからね。僕の見てきた X、 見てください、ちゃんとスキップとかもあるんですね。この瞬間表示スキップとか、まあ今回ゲームコントローラーなんでちょっとボタン配置がよく分かったんですけどね、 A と B は分かりましたんで、はい。どうして、あ、さすがにここはね、どうしてこんなことになったんだ。いやー、お、何急になんか力の覚醒者。ちゃんとまばたきアニメーションがあるってすごくね。この、ま、主人公のまばたきアニメーションとかのすごいね。誰がやったか分かっている。絶対逃がすな。あー、何、異能の力で覚醒したの。だけどその前にミッションスタート。なにこれ。え、ちょっと待って、すごくないこの画面。想定してる。え、俺の想定してる RPG 作ると違う。あれ、おかしいな。RPG 作るってこんなんできたっけ。全身開始とかありますね。なにこれ、アドベンチャーってのもあったから、多分そういう探索とかもあんのかな。いや、やばいな。ちょっと、踏破率ってもあるから、これが 100% にあったら、そのダンジョンクリアみたいな。ね。助けてくれ、誰か。ピーン。ちょっと待って、お前、助けてくれの、助けてくれのさ、助けてくれの、表情じゃなかったよ、今、君。井戸。あ、戦闘だ。増えた。ちょっと待って、お前、顔と、ちょっと待って、顔とさ、状況が一致してないって、お前。一ついいことを教えたろう、みたいな顔だぞ、お前。まずい。エゴマニックス戦闘にようこそ。すげえな。このゲームに若干特殊な戦闘と単セットです。詳細は後々覚えとして基礎中の基礎を覚えてるでしょう。ターンやフェーズの単語ですか。ターンとフェーズ二つ出んのかい。今時の RPG もなかなかないよ。めっちゃ早口で言うな。ターンは現在行動している敵の行動1回分。フェーズはどちらが遅れるかの指標。ほう。ってことは敵の、まずこっちが攻撃してから必ず敵が攻撃するみたいな感じなんかな。うわぁ。あれ？あ、スティックだ。すげえ。次に回す。行動アイコン消費半減ってことは、行動アイコンを使って攻撃するんだね。だから、強力な攻撃を食べるやつがいたら、そいつに回すと。へえ、防御行動、回避行動、術技使用。術技なんかあんの？わ、ある！すでにやっぱあるタイプだ。すでにちゃんとね、なんか SP とかなんかあるやつだ。すごくない？ちょっと待って。あのさ、見て。クールタイム。状態変化。状態。ねえ、今時の MV のゲームでここまでできるゲームすら珍しいというのに、これは XP か？ XP を極めるとこうなるのか？俺の VXS のゲームを返してくれ。やめろ。
じゃあなんか打ってみるか。いや、まあ攻撃はどんな感じか。あ、ちゃんとね、予想効果量っていうのもね、予想のダメージが分かるんだね。命中率 100% 食いつかず、なんか FE の戦闘みたいになってきた。じゃあ行きます。まずね、 HP100 なんで一発でね倒せるレベルであると。いい、いい音。やっぱ RPG はこれぐらいのね。あ、ルークっていう魔法を使っていくんだね。妖精だもんね、パッと見。あい、敵戦の魔法で一掃した方がいいだろう。だね。術技を指導して、敵をなぎ倒せ。なるほど。まあさっき言った通りですね。クールタイムが終了し、あ、まあドラクエ10みたいな感じだ。ドラクエ10みたいな感じだっていうのやめろ。ドラクエ10みたいに、なんか、一定の秒数が溜まるといけるよね。秒数じゃねえんだよな。じゃあ行きます。味方単体がこれ。敵全体、ベルムグランか。行きまーす。あれ？敵全体なんないな。あ、ちゃんとなってるわ。あの、赤い、ちょっと見づらいんですけど、赤い丸が全員についてるから大丈夫だ。これ一体ずつ調査できるんだね。すごいね。うおー、いいね。突然の、倒したと思ったら突然の真顔突然、終わったな。倒した瞬間に変わった。助かった。お前、顔。まあ、仕方ない。お、選択できる。怪我はしかなかったけどね。まあ、この選択もできるんだ。へえ、大丈夫です。ピンピンしてます。で、あれ？君、もしかしなくても、神有くんだよね。あ、上しかないわ。てか。へえ、こいつの主人公の名前、神有って言うんだ。夏美と一緒だったんだけど、うん、お前、リア充かよ。なんだ、お前、リア充か。なんだ、お前、リア充か。僕のチャンネルではね、リア充は敵なんですよ。よろしくお願いします。神有くん、僕、どうすればいいんだい？はい、一本道ですね。もう、ここまで行く。まあ、後々多分4つとかになるのかな。はい。さすが神谷くんがこんなに頼りになるよな。もうすでになんかある程度の力が目覚めている、主人公って感じですね。よくなんかね、RPG には2択なんですけど、あまり何もない状態から急になんか、俺は強くなったみたいな、俺は強くなったんじゃねえな。しかし、あれは一体何だというの？月じゃん。月にしてはいくらでも大きすぎる。なんかさっき爆発したけど、月。土に井戸が来ること。井戸っていうのはその魔物の種類なんだろうね。井戸っていうのが魔物の種類みたいな。うん、エネミーが違うな。エネミーはもう敵の言い換えだ。大規模な放火が原因なのかが。で、誰がやったんだ。考えても仕方がない。あ、いいね。避難誘導を行いってなってるね。ミッションはよう。何、おお、何こんな時にって。何こんな時に、なんだなんてな。おお、このウジ虫野郎。こいつも異能の力持ってる。異能って言っていいの？さっきから。能力って言おうか。異能はちょっと、バトルなの？味方じゃないの？こういうのって。長い付き合いなんだ。いい加減学んでくれねえか。何？エゴイズムの力を駆使し、変質と行います。あ、こんなんもあんのか。まあ多分それは後々出てくるかな。普通に通常攻撃で、因縁の相手。因縁の相手。まあ、名前出てなかったもんな。シャーラーがな。ダメージ68。68ってやばくね？うわ、強くね？待って。お前、普通に強いじゃねえか。最後、お前のお仲間。避難誘導やってるみたいだな。まったく無駄なことだな。あれが落ちたらみんな死ぬだけだぜ。それともなんだ？全員向こうに連れ込んでみるか。待って。これ、回復属性ってことは、これ回復もできるんだよね、一応。サーナディクター、すげえ回復魔法。なんか治癒とかさ、処置とかさ、そういう魔法で来るか思ったら、サーナディクターやもんな。大切断とかあるで呪えそうやな。どうしよう。まだ一発耐えると見てさ、敵単体の、大切断。おいね、アニメーション入ってる、ちゃんと。うわ、お前も大切断してくんじゃん。死ぬ。回復しよう。時間の無駄だって。てめえ。こんな状況になっても思い出さねえのかよ。なんでだよ。なんでだ。他の女はちゃんと全部救ったくせに、あいつだけだ。てめえにはどうでもいいやつだったのか。あれ、何が違う。すげえでかんドカンってできた。お前だけは立場にあった。なのにてめえは見殺しにしたんだ。あれ、強制戦闘終了ですか。あれ、なんすかこの絵。主人公死ぬの。あれ、主人公死ぬの？おいてめえ。あれ、
主人公死ぬエンドですか。ダメだ、こんなところで、あ、戻った、力が、え、あ、急展開すぎてね、俺もついてきてないよ。まあ多分そういうプロローグ的な感じだとは思うんですけど、ここは、え、でも記憶、プロローグ的な感じなんか本当にその場所からストーリーが始まってんのか、どっちなんだろうね。記憶は混濁しているような、さもありなん。なになに、椅子で出てきた。なんこの椅子は。なんこいつは。なんこいつは、おっ、ちょっと待って。なんこいつは、おっぱいや。お前は何なの、すぐに。なんこいつ、おっぱいやばか。立て続きにショッキングできるから、こうも起きてしまったの。なんや、ヒュヒルでみたいなやつ出来上がって。椅子座んな。貴殿の同様、テリトリーをこちらに伝わるぞ。お前がプロローグのやつか。その言葉遣い的には。現在の力なら、あの狼男に敗北するのはあり得ぬはず。まあ、強制戦闘種類でしたね。それが覆ってしまったのは精神の、いや、心の持ちを原因と言うぞ、うまい。ほう。ところで、ここで我々一つ提案がございます。お前か。あの、おっぱいか。時を遡る前に一度、記憶の整理を行った方がよろしいかと。そんな時間はない。やはり抜け落ちているな。この空間が時の流れより隔絶された孤高なる地であるという、この表情がコロコロ変わるのすごいよね。さりげなく見てるけど。最近の RPG で表情までちゃんと変わるのはなかなかないですからね。なぜ滅びの時を迎えているのか。あの男を、そうだよね。なんで殺意向けられたのみたいになってるからね。そしてなぜ、キリエンは命を貸して戦っているのか。よろしいですね。拒否権ないじゃん。無言。すなわち皇帝であるとみなしましょう。ユルギス様。ああ。客人よ。これまでの来た道をたどるのだ。びっくりした。あ、ここで、一回振り返るんだ。で、こっからか。あ、セーブしましょう。ありがとうございます。こっから始まるのかな？新月島。ほう。言わないぞ。言わんぞ、俺は。クリセリアでいいとか言わんぞ。さあ、こっからね、物語が始まると。深夜。神社から。あ、なに？辿ってるから、こいつ、この主人公、神有くんがね、記憶があるのかどうかですね。あ、兄貴、兄貴？なんだ？あ、メガネをかけた男性。ショ。お前、どれだけ心配したと思ってる？神有翔って名前なのか？本当に。本当に神隠しになったのではないかと。落ち着いてくれよ、兄貴、困ってるじゃないか。手ずっと上げ、お前、手上げてんな。腕疲れてきそうだな。でもさ、本当は無事でよかった。帰ろうぜ。お腹空いただろ。ん？主人公は記憶あんのか？兄貴？大丈夫か？あー。ってことは、さっきの話やまでの、なんか自分が経験したことはもう、さすがに、あ、そっち？あれ、どっち？これはどっちだ？すべての記憶を消されたか？それとも？何もわからない。自分のことさ、でも向こうは知ってんでしょ？一切の記憶が存在しない！でも自分、半月後、もう飛んだね。私立か、新月学園。いいね。学園物語。剣と魔法と学園物会？いいね。俺好きだよ。なんか、絵風が違うぞ。ちょっと絵風が変わってきたぞ。なんか、ラフ画みたいな色で見た。今までの絵のクオリティを見るとそう思うよね。今日から人間ですね。新規おめでとう。でも、こいつ瞬きもしねえぜ。担任に変更はないわよ。あ、まあ、でも小学校でもあったよね。担任に変更ないところ。じゃありません。じゃあ放送がある前待機ね。あんまり下がらないようにしなさい。なんかこいつ瞬きもしねえぜ。ラフ画かな？翔大丈夫？翔って名前では間違ってないんだね。あら、かわいいじゃん。風町遥さん。無理はしないでね。ダメだったら保健室に連れる。いい、幼なじみかな？幼なじみポジションかな？空いた時間に今の状況を整理してみよう。なんか半月後ってすごいな。いきなり。いきなり15日経ったのかよ。はい。自分は神谷翔というらしい。
新月学園が高校生だ。はい。神谷翔くんだったね、そういや。人口3万人ほど、少ねえ3万人ほどの離島、新月島。え、おおよそ1年前、妹のすみれと一緒、すみれ、すみれと一緒にこの島に移住してきたという。その後は学園の中心人物として、戦争を集める立場になったのだろうか。悲しいことに。ってことは、ちょっとリーダー格的には、戦争を集めるってことはみんなに注目されてるってことだよね。半月前、終業式からほんのなくして、突然行方をくらましたそうだ。なんとか見つかって海に至る。その後、何をしているかの一切が謎だ。ってことは、なんかラフ画みたいなのできたな。保健室かな？保健室だな。見つけられたあの日、3月から18から昨日まで。治療のため、病院のベッドにくくりつけられていた。ああ、で、そこで半月過ごしたって感じだね。てか、この学園の、待って、この学園の背景見たことあるな。あるだろうな、あんたは。毎日来てくれたの？記憶の失われない章に相当な思い出があるのだろう。おう、あ、表情が、おって驚いた。まもなく始業式が始まります。初等部、中等部、高等部の順に廊下に出て体育館に向かってください。ヒロインかな？不思議なことに。記憶がないのを辛いと感じたことはない。風町さんの期待に応えられないのは少しかわいそうに思うが。え、すげえポジティブシンキングじゃん。新たなスタートを切った。そう考えて今は目いっぱい楽しもう。プリモ！すげえポジティブシンキング。ああ。まずは進級及び進学おめでとう。君たちの成長に感謝しよう。話は3行にまとめてね。頼むよ。寝るからみんな。みんな寝ちゃうからね。僕がこの島の長となり、学園長となり、ちょうど5年が経過した。長にしては若いね、まだ。見た目的には。この節目に宣言しよう。今年は大いなる進化の年になるのだと。進化とは何か？疑問に感じているものも多いだろう。すなわち、戦いだ。進化の過程とは戦いの記録そのものだ。学業はスポーツ。夢に向かって邁進する。これも君たちにとっての戦いだ。他者と、自分と、世界と、どう争い、どう研鑽を重ねたか。君たちが今生きているこの瞬間も、常に戦っていると言っても過言ではない。学習塾か学習塾のノリみたいになってんぞ、なんか。苛烈な学習塾ってなんかこんな感じだよな。そうして必死に生きてる君たちを、僕は誇りに思ったらよかった。なんか、もっと努力だ！他者を蹴落とせって言ったら俺は怒る。それは苛烈な学習塾だ。戦いには力が必要だ。力なくして前には進めない。しかし安心してほしい。君たちはさらなる力を手に入れる。そのために実り合う一年にするのだ。学園長として心から応援しているよ。おお。あー、何言ってるかわかんねえ。刀を携えたせいで、この、もうすでに魔物は、どうなんだろう。刀を携えたせいで、魔物はすでにいるっていうのはもう理解されてるのか？みんなが神隠しに怯え状況なんとかしやがれ。あ、神隠しはもう大きな事件。凛とした少女。ちょっと待って。並ぶな。並ぶとちょっと違和感あるな。やめろ。なんか、ちょっとだけなんか違和感あるな。やめなさい、ゆうやくん。周り聞こえよ、声。聞こえるように言ってんだよ。どいつも同じこと思ってんじゃねえのか？加藤先生、とても楽しそうな顔していますよ。何が、なんか。なんでこっちはちゃんとこっちは綺麗なんだよな。右とこっちの格差やめて。いやほや。立派に教育された生徒もいるもんですな。確かあなたの学なりの子でしょう。加藤恵美子先生。ええ、元気に育ってくれる何よりですかね。物はいいようですが、時と場合をわきまえる大切さをご指導なさった方がいいのでは。規模にイメージしておきます。なんでこいつ、ちゃんと隠れてんだよ。わかった、にらむな。やだわ、なんか。面白いな。面白がっちゃいけないんだろうな、これ。